こんな形になるんですね。はい、いいね。皆さんこんにちは、日本新聞営業の大輔です。今日はですね、また新しい機械を紹介していきたいんですけども、最近リサイクル技術の進歩、目覚ましいものがありますね。チームもですね、これからどんどん新しい機械にチャレンジしていきますので、今後ともぜひご期待ください。今日はですね、特別なゲストをお呼びして機械を紹介したいと思います。よいしょ、小林さん。小林さん、自己紹介お願いします。造林技術の小林と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。小林さん、今日はどんな機械紹介してくれますか？こちらの台湾ジュニアス機械社製の圧搾脱水機を紹介いたします。圧搾脱水機、はい。皆さん、これから小林さんと一緒に圧搾脱水機を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。こちらは農業用のフィルムか何かでしょうか？そうなんですよ、こちら農業用のフィルムなんですけど、こんな感じでサンプル用意してみました。見てください、こんな感じでふわふわで、ちょっと湿り気もあってすごい困ってるんですよ。水分も取ってあげないといけませんね。そうなんです。あ、これめちゃくちゃ重いんですよ。相当水分含んでますね。大変なんです。なんとかなりませんか？これは圧搾脱水機でなんとかした方がいいですね。圧搾脱水機の出番ですね。そうですね、ぜひ試してみましょう。小林さん、ここから投入していくんですね。はい、そうです。一般的にはスクリューコンベヤーで定量供給していくことになります。なるほど、はい、定量的なのが大事なんですね。はい、おっしゃる通りです。すごい、ガンガン入ってますよ。小林さん、すごいいっぱい出てきてますよ。そうですね、中に入った材料は前進しながら圧搾されていきます。圧搾された後は、ヒーターと、あとは材料自身が作り出す摩擦熱で減用されていきます。ここで減用されていくんですね。はい、すごい。この後どうなるか見ていきましょう。はい、ここから水が出てきてますね。はい、おっしゃる通りです。中に入った圧搾スクリューで、はい、絞られた水が下から出てきます。小林さん、はい、ここから出てくるんですね。はい、ブロワーで飛ばされた減用物はこちらのサイクロンから回収されます。ここから出てくるんですね。はい、取ってもらってますよ。どんなのが出てくるんですかね。来ました、このような形になります。あー、すごい、しっかり粒になってますね。脱水もしっかりされて減用もされています。いいね、小林さん。はい、機械すごかったですね。はい、実際できたものがこれですか？そうですね、これだけふわふわのフィルムがこのような減用品になりました。すごい、こんな粒状になる。しかもこれめちゃめちゃ乾いてますね。そうですね、ここまで減用されて水分が落とし込まれていれば運搬コストも相当削減できますし。なるほど、はい、これだったらバッチリですね。はい、小林さん、今日ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。もっと機械について知りたいと思った方は、弊社ホームページからお問い合わせやカタログダウンロードができますので、ぜひご検討ください。またですね、今日使ったこちらの機械、これはテスト機になってますので、サンプルをご準備いただければサンプルテストができますので、ぜひご検討ください。日本新聞、これからもいろんな機械ご紹介していきます。ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。小林さん、いきますよ。これからもみんなでリサイクルを推し進めましょう。ね、そうですね、ごめんなさい、はい、しっかり減用され